里崎チャンネル福岡ソフトバンクホークスリーグ賞おめでとう。いやー最後ね、はい、マジックも出て、逃げ切ったね、オリックスが本当にね追い上げましたからね。いや追い上げたけどね、やっぱり試合数が少なかったっていうところがね、去年はね、はい、ロッテがマジック3まで行ったけど最後負けて待ってた状態でね、リーグ優勝が決まったけども、はい、試合がね多く残ってるのも残ってないのもメリットデメリットどっちも一緒なんだけどもね、今年はホークスのゲームがね多く残ってたことによってのね、はい、リーグ優勝、うん、逃げ切ったね。そうですね、でもまずね言わなきゃいけないです、はい、ソフトバンクファンの皆さん、はい、そして関係者の皆さん、順位予想5位にしてしまって本当に申し訳ありませんでした。あれ私何位にしたっけ。1回3回にしてたけどね一番最初一番最初はね、はい、4位にしたのかな、うん、謝ってるのが多いんじゃない、 B クラスにしちゃって、はい、すいません、 B クラス予想にしてしまいました本当にすいませんでしたね、もう見誤りましたね。でももう優勝ですからね、はい、だからまあ今年もね決して順風満帆じゃね、なかったし、開幕ね、はい、序盤もね栗原そして上林っていうところがね、怪我して栗原もいい形でね、はい、出ていったけども、まあ、怪我してね、で上林も今年こそはっていうところでねいい結果出して序盤戦えたけど、怪我してね、まあ俺は毎年言うけど、はい、ソフトバンクはね全員が絶対揃わないっていうね、うん、もう怪我して1年間っていうところではねもう初っ端から大変だったところで、はい、なんて言っても今年はね、その穴を埋めて結構素晴らしい結果を残したのが、はい、やっぱりね牧原だね、そうですね、しっかりね、まあ、いろんなとこ守り、あとシュートをね、はい、途中から出てきてね、まあ、怪我からも復帰していろんなポジション守りながらっていうところもあるし、野村勇美ね、はい、誰も新人でここ最近2桁本塁打持ってないのに、しっかり打ち切って、柳田もすごいよ、今シーズンも、しっかりねその20本以上ホームランをね続けてるっていうところはさすがだけども、やっぱトリプルスリー知ってるから、はい、ちょっと物足りないところもある中で、そういったね周りの選手が頑張ったっていうところもあるし、はい、あの開幕戦のね、4億円の補強のガルビスが満塁ホームラン打ってね、はい、それだけだったけどそうですね、でもホークスそっから8連勝ですよね。そうそうそう、うん、そういったところでもね、あの一発がなかったらひょっとしたらねビッグボスが勢いに乗ってね、開幕大型連敗みたいなね、はい、あったかもわからない中ね、あれで結構勢いに乗ったのはありましたよね、あとやっぱ終盤のね、あのこれ負けれないロッテとの4連戦の中での中村晃の連日のスリーランホームラン、あれも大きかったね、はい、あそこでもしバタバタってきてたら、オリックスにまくられてた可能性、十分あったからね、でその中でやっぱね頼りになるのは千賀よ。1年間通すとバタバタしたところもあったけどね、まあ、しっかり最後はエースという形でね残れたっていうところと、終盤のやっぱデスパイネがね、何気に終盤になって打ったっていうのもね、グラシアルがあの怪我してねレギュラーとしてね働けない中でね、であとはやっぱりね斉藤和美に聞いた、今年ホームランを捨てて、あの打率が急上昇の今宮ね今宮選手、ショートっていうね、ところでのずっとね打率もずっとキープしててね、いい形をね、でまあね、あのホームランをあの捨てたって言ってもね、まあまあいい形でね、5本以上もしっかり打ってるしね、まあそこら辺はまあまあそれでも打ってんじゃないのっていうね、まああとはピッチャー陣なんて言ってもね、占領下になって独立リーグ行って育成から這い上がってきた藤井ね、防御率で、0点台だからね、で50試合以上登板してね、しっかりとした形でリリーフになったっていうところも大きかったし、まあ、森がね最初、まあ、あの守護神でバタバタしてね、でモイネル後ろにやってとかね、で又吉でね、うわ又吉いいじゃんと思ったら怪我して長期離脱っていうね、で、まあ、そこら辺もねリリーフも含めて順風満帆に来たわけじゃないけども、なんとかね、藤本監督1年目で、リーグ優勝。いやそうですね、でも、思えば本当に東本投手もノーヒットノーランがありましたね、そうだね、2桁勝ってるし、先発陣もなんだかんだ苦しみながらもやっぱりなんか支えましたよね、東山千賀が、まあ、2桁以上勝ったけども、まあ、それに続くのがなかなかっていうところはね、あったけど、まあ、リリーフのつもりとかね、さっきも言ってる藤井、で、まあ、モイネロ、加山で、まあ、終盤になって、まあ、泉とかね、まあ、田中正義もねもっと頑張ってほしかったね。いや出てきた時やっぱりなんかすごいなって、開幕からねいい感じで来たけどね、
怪我したっていうところでね、出場試合数も減ったし、甲斐野がね、まあ、20試合強でいい形でも投げれてるっていうね、うん、まあ、だから誰かが特化したっていうよりも、なんとか踏ん張って、あと松本ね、あ、まあ、あの開幕的もね、うん、1イニングもいい形で投げてね、そうですね、うん、ただ今年ってやっぱり世代交代ってちょっと言われて、うん、途中コロナで抜けた時なんて、もう筑後ホークスって言われてたじゃないですか、そうだね、そんな中、うん、それでも優勝しきるっていうのはすごいなと思いましたね、踏ん張ったね、踏ん張りました最後、だからまあ近年で言うと、うん、圧倒的な力がホークスにあったかっていうと、うん、そこまでの力は多分もう連覇した時にね、うん、感じとしてはなかったと思うけど、はい、まあ、その中で言うとチーム防御率がまあ非常にいいと、まあ、オリックスにはね、うん、が1位なんであれだけども、はい、安定してるっていうところも、大きいし、うん、チーム打率もね1位っていうところでね、高打率いいね、このなんていうのバランス、はい、何かに対してのチームとしての欠点があんまりないっていうね、うんうん、ところでは非常にいい形、エラー数もね、うん、非常に少ないっていうね、はい、もう1位2位をね争うぐらいの少なさでもあるし、基本塁打はね球場が狭いんで、はい、ホームラン数は圧倒的に打たれるのも多くなるけども、うん、打つ方もホームランもしっかり打ちながら、まあ、単打もあって、まあ、本当にバランスの取れた戦い方できたんじゃないのかなと。そうですね、でもその中でもやっぱりね、クオリティスタート率はめっちゃ低いのよ。そうなんだ。パリーグ6球団の中で一番低いの、だからそこを見てもどれだけリリーフが頑張れたかっていうところは、先発そんなにクオリティスタートじゃなかったんですか。だって長いイニングが絶対投げれるの千賀ぐらいしかいないからね。そっか。あとは絶対リリーフを使うっていうところで、うん、40% 前半だから、うん、そういったところでは、まあ、なかなかね苦しい先発陣だったけども、はい、まあ、リリーフが踏ん張ったっていうところもあるし、うん、援護率はね逆に言うとソフトバンクパ・リーグ1位だから、うん、だからその打線の援護っていうところもしっかりねできてると、うん、でも今年で言うとね完全優勝じゃないからね、うん、オリックスにはね負け越しちゃってるんで、はい、だからこれで、ね、勝率が一緒だったらオリックスに行かれてたんでね、あーそっか、結構アドバンテージなかっただけにね、うん、最後ギリギリで逃げ切ったっていうのは、うん、そうですね、でもクライマックス分かんないね、うん、こんなねリーグ優勝おめでとうって言ってる中で、はい、結構接戦だからね、うん、だから2010年もあの1位2位がゲーム差なしで、はい、3位ロッテが 2.5 ゲーム差だったから、うん、結構詰まってる中でロッテが日本シリーズ行ったから、はい、今年はひょっとしたら史上初のセパともに、うん、両リーグ、うん、リーグ優勝チームが出ない日本シリーズもありえる、ね、あ、可能性的にだそういったところでどうなるのかっていうところはあるけども、はい、まあ、ソフトバンクはね、はい、きっちり勝ち切って、うん、いや本当になんで俺5位予想なんかしたのかなどこ見てたんだろうな、やっぱなんか世代交代だと思ったんじゃないですか、うん、あと怪我人出るからね、そうだって今年も栗原上前し怪我して、うん、で中村晃ももうねちょっと全盛期ぐらいの力も落ちてきてる中で、うん、なかなかっていうところでね、でもやっぱり思うのは途中本当にいない時期もあったじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱりこの終盤に向けて結構もう集合してきてますよね、連覇してた時のちょっと集合確率からするとまだ遅刻してる、あ、まあ、そうですか、遅刻してるやついっぱいいるよ、そうですか、うん、集合っつったろみたいな、いやでもなんかこう中村晃選手とか柳田選手も戻ってきたし、うん、あと大関投手がね復活したりとかも、ね、うん、なんかいい要素もあって、うん、あと世代交代したことによってなんか来年もちょっと未来明るいじゃないですか、柳町選手野村選手とかこう若い選手も出てきたしっていう、そうなん、え、そうじゃないんですか、いや、わかんない、それはまだ順位予想でどうなるかわかんないよ、私はやっぱりなんかこう、もうじゃあソフトバンクもう来年1位予想ですか、それまだわかんないですよ、でしょ、でオープン戦とか見ないとわかんないんで、うん、だから来年オープン戦ソフトバンクが最下位になったらもう俺優勝にするよやっぱりあの最下位優勝説っていうのがあるから、まあでも、はい、こっからまだまだ熱いね、うん、クライマックスシリーズが行われるけどね、はい、まあでも短期決戦強いっていうイメージはね、うん、ありますから、ホークス、はい、そうなん、え、いつだっけ、俺だってあ、まあ、連勝ね、もう連勝最初にあの楽天だけ一勝してそこから無敗で、あ、そう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 、日本一っていう時もありましたからね、うん、でも俺らホークスにクライマックス負けたことないから、あ、その時そうだったんですね私最近のホークスのイメージはなんかもう短期決戦めっちゃ強いみたいなイメージなんで、うん、まあでもね、はい、とりあえずは、うん、まあ、こんなでもギリギリになるまでね、はい、去年と同様にね、うん、シーズン終盤まで楽しませてもらえたっていうところはね、うん、野球界にとっても非常に良かったしね、はい、面白いシーズンでしたよ、逃げ切り勝ちっていうところでね、うん、最後の試合もね、はい、華々しくいい勝ち方してね、はい、決めるっていうところでは素晴らしかったと思います、はい、ということで、はい、福岡ソフトバンクホークス優勝おめでとう、おめでとうございます、ん、あれソフトバンク、あれ、え、逆転されちゃった、マジック出てたのに、あれマジック 5だったんですよね、うん、え、逆転されちゃった、逆転されたんですかね、まさかの、はい、
え2位なあれじゃあれバンザーイなしよみたいな。いやもうバンザーイ誰もしてないですよね。だからしてないね。はい、あ2位だった。ああ2位なんすね。ねちょっともう優勝が見えて、ちょっとあの時見えてたんですよね。優勝かなと思ったけど、うんはい、逆転されちゃったんだね。あそうですね、うん、あ2位だった。まあでもね、はい、クライマックスシリーズ勝ったら、うんうんはい、日本一にはなれるからね。そうですそうです。こっからね、うん、頑張ってもらって、はい、みんなでねまたクライマックスも盛り上がっていきましょう、うん、はい短期決戦頑張りましょう。はい、はい